監視モの投稿から2日が経過。未だに監視モロスのスレミンたち。監視モニーアンには今後も調査の方を頑張ってほしいなぁ。間引き、口べらし、などなど、日本古来のダークな歴史にはとっておきのオカルト話がてんこ盛りだねぇ。すると、監視モニーアンからレスが。お久しぶりです。皆様、監視モの A です。ありがとうございます。でも、さすがに土日の旅に、母の実家に行くわけにもいかないので、また、何かわかり次第ご報告します。代わりと言ってはなんですが、うちのじいちゃん絡みの話を一つ、手土産に。前にお話ししました通り、監視も事件の時までは、あまり母の実家へは遊びに行かず、じいちゃんともそんなに会うことはありませんでした。しかし、事件後、ミーハーな僕はあの時のじいちゃんをかっこいいと思ってしまい、ちょくちょく遊びに行くようになっていました。中学1年生の夏、僕とじいちゃんは二人で県内のキャンプ場へ、キャンプをしに出かけました。しかし、割と有名なキャンプ場だったせいか、ものすごく混んでいました。これじゃ、街におるんと変わらん。と、じいちゃんがダダをこねるので、そこからさらに林道を奥へと入っていきました。当時じいちゃんは65歳くらいでしたが、まだまだ現役バリバリで、テントやもろもろの入ったリュックを一人で担いで、どんどん奥へと入っていきました。しばらく行くと、古い木の標識で、右、ボードマリ、という看板がありました。矢印の方へ行くと、ちょっとした河原に出ました。僕らの他には人は誰もおらず。きっと坊さんがここに泊まったんじゃのう。じいちゃんはご満悦です。気に入った僕らは、そこにテントを張ることにしました。監視も以来、多少霊感、というようなものが芽生えた僕ですが、その時は何も感じず、逆に神聖な雰囲気に、清々しい気分を味わっていました。川で釣りをし、夕飯にカレーを食べ、じいちゃんは晩酌をし、ゆっくりと夜は更けていきました。いろいろと学校の話や、男同士の話をして、気がつくと夜の11時を回っていました。そろそろ寝るかの。僕とじいちゃんはテントの中に入ると、それぞれ持ってきた寝袋に潜り込みました。程よく酔っ払っているじいちゃんは、すぐに寝息を立て始めました。慣れない山登りで疲れていた僕も、すぐにうとうとと眠りに落ちていきました。どのくらい経ったでしょうか？僕はふと目を覚ましました。起きると同時くらいに、背筋にヒヤッとした感じがありました。首の付け根から尻にかけて、氷で撫でられるような嫌な感触です。監視も以来、怪異を体験するたびに感じる、前触れみたいな感触です。じいちゃん、じいちゃん。僕は慌ててじいちゃんを起こそうとしましたが、酔って寝ているせいか、じいちゃんは微動だにしません。そうこうしているうちに、外で何か音がしました。何か、鈴の音のようです。僕はパニックになりながら、テントの中を見回しました。その日はこうこうと月が光っていて、外の様子がテントの壁に照らされていました。テントには、傘をかぶった坊さんでしょうか。よく、お遍路さんがしているような格好の影が映っていました。そしてその影が、テントの周りをゆっくり回っているのです。外は砂利なのに、足音はまるでしません。やばい、やばい。じいちゃん。僕は泣きそうになりながら、じいちゃんを起こそうと必死でした。何やら、ボソボソと囁く声が聞こえてきました。さっきより、影が近づいているようでした。僕はもう怖くなって、寝袋に潜り込みました。何枚だぶ、何枚だぶ。必死になって、よく知りもしないお経を必死に唱えていました。どのくらい経ったでしょうか。気がつくと外からは何の音も聞こえなくなっていました。僕は恐る恐る寝袋から顔を出しました。もう、テントには何も映っておらず、音も聞こえなくなっていました。よかったー。僕は安堵で涙が出ました。寝袋から出るため、中からチャックを開けようとした時です。鈴が聞こえました。
手が何かに触れました。冷たくて、何かゴツゴツしたもの。僕は寄せばいいのに、恐る恐る寝袋の中を覗き込みました。そこには、目は抜け落ちて、眼下がぽっかりと開いた、骸骨に皮を貼り付けたような、土色の肌をした坊主がいました。顔の皮膚のそこら中、風化したかのように黒ずんで、穴が開いて中が見えていました。あう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 あ。僕は恐怖で声も出ませんでした。坊主は、唇の欠けた口で、と笑いました。ここは、寒い。坊主はそう言うと、僕の頭をガシッと掴みました。わあ。そのまま、僕は寝袋の中に引きずり込まれそうになりました。なぜか、寝袋のくせに底なしになったかのようで、そのままどこかへ連れて行かれてしまいそうでした。その時です。ぬしゃー、うちの家に何しよる。隣からじいちゃんのものすごい怒鳴り声が聞こえました。同時に、体が一気に楽になり、僕はそのまま気を失ってしまいました。次の日目が覚めると、じいちゃんはすでに起きていて、朝のスープを作っているところでした。じいちゃんに昨日のことを聞くと、全く知らないとのこと。ただ、僕が知らない坊さんに、無理やり連れて行かれそうになっている夢を見たそうな。僕らは朝飯もそこそこに、慌てて山を下りました。帰り道、キャンプ場の管理人さんに、棒止まりについて聞いてみました。昔、冬のある日、旅の坊様がこの村を通った時、林村へ通じる道を村人に尋ねました。村人は、冗談で山に通じる嘘の道を教えたそうです。きっとすぐ、騙されたと思って帰ってくると。しかし、真面目な坊様は、村人に教えられた通り、どんどん、山奥へと入っていってしまった。次の日、坊様が帰ってこないことを知った村人は、村の若い衆と、山の中へ坊様を探しに出かけた。かなり奥に入っていくと、霊の沢に、凍え死んだ坊様の遺体があったと。少しでも寒さをしのごうとしたのか、首から下は雪に埋もれていたそうです。あれはその坊様の霊なんでしょうか。グッジョブ、面白かった。缶ひもにイアン来たー。そしてジーアングッジョブ。まだまだプチ霊体験あるんでねー。続く。